1号艇は大場元明選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、6連勝という形で臨む優勝戦ですが、好リズムの、まあ、要因、ご自身ではどのように感じてますか？そうですね、自分でも連勝5が多分最高だと思うんですけど、6連勝初めてなんでいい結果が出てます。こう気分よくレースできているということにもなりますか？そうですね、今井選手と部屋も一緒でちょっと意識しながら、はい、緊張を持って行ってました。そして船足の評価、こちらはいかがでしょうか？まあ、最初伸び型だったんですけど、昨日は順位は、深い陰も考えて行き足重視のペアに変えたらいい結果が出たんで、そのまま行こうと思ってます。今日もそのプロペラで基本的には考えて？はい、そのまま行きます、はい。さあ、そして、まあ、1号艇での戦い、今シリーズは陰線に関しては2戦2勝ですが、はい、このあたり、まあ、陰からの足いかがですか？そうですね、まあ、スタートだけなんですけど、まあ、スタートですね、やっぱり、はい、もうスタートがやはり一番のポイントと。はい、そうです。ちなみにスタート感は今節は、まあ、85のまでの入りが合えば感は合ってますけど、まあ、最初行き足がちょっと甘かったんで、まあ、今はいいんで多分大丈夫だと思います。はい、さあ、それでは優勝へ向けましてファンの皆様に一言お願いいたします。はい、スタートを集中して先に参りたいと思います。